シーレパード、シーレパードは、アメリカ海軍の潜水艦、天地級潜水艦の一隻。艦名は、氷ョアザラシ、エメーレオパードシールの通称にちなんで命名された。シーレパードは1944年11月7日に、メイン州キタリーのポーツマス海軍造船所で寄港した。1945年3月2日に、マーガレット・チェイス・スミス。 メイン州選出会員議員によって命名浸水し、1945年6月11日に艦長 REM ワード中佐の指揮下襲撃する。ニューイングランド沖での成長に続いてシーレパードは太平洋への戦場へ向かうよう命じられた。しかしながら戦争は出航日前に終了し、シーレパードは大西洋に止まることとなった。 その後フロリダ州キーウェストへ向かい、同地で1946年まで対潜水艦戦開発部隊の支援任務に従事した。1947年1月、シーレパードは最初のオーバーホールのためニューハンプシャー州ポーツマスへ戻った。その後キーウェスト海域で1948年後半まで訓練演習に従事し、続いて フィラデルフィア海軍造船所でのグッピー回収が行われた。作業が完了するとバージニア州のフォークの第6潜水船隊に配属される。1949年11月、シーレパードは他の部隊と共に大西洋で寒冷地下演習を行う。1950年2月から3月にかけてはカリブ海での艦隊演習に参加した。 シーレパードは8月から11月まで第6艦隊と共に地中海で活動し、イタリア、フランス、シチリア島を訪問した。その後1950年12月から1951年4月までフィラデルフィア海軍造船所でオーバーホールが行われた。続く2年にわたってシーレパードは大西洋及びカリブ海で活動し、艦隊演習に参加した。 1952年9月及び10月には、NATO のエミグロンと作戦に参加し、続いてバミューダを巡行、12月にオーバーホールのタメチャールストン海軍造船所に入居した。1953年4月に任務に復帰すると、ニューファンドランド島及びアイスランド近海でのマランア作戦に参加し、その後カリブ海に戻った。 二度目の地中海配備は1954年5月から6月にかけて行われ、シーレパードは、NATO の演習、ニューブルーム E に参加、NATO の戦艦に対する模擬攻撃を成功させた。10月に、ポーツマス海軍造船所に入居、6ヶ月間のオーバーホールが行われる。作業が完了すると、ロンハイベックスに参加、ノースカロライナ州の海岸で行われる。 揚陸演習を行った。1956年2月から3月にかけて、シーレパードは、他の第6潜水戦隊の部隊と共に、カリブ海へ巡航し、スプリングボード作戦に参加した。ノーホークに帰還すると1957年3月まで、沿岸での活動に従事し、続いて、再び地中海で、第6艦隊に合流した。6月には、ロッテルダムで、 オランダ海軍潜水艦部隊結成50周年の記念式典に参加した。その後サウスカロライナ州チャールストンに帰還、オーバーホールが行われる。作業は1958年1月に完了し、シーレパードはカリブ海でのスプリングボード作戦に参加、作戦後はノーフォークに帰還し沿岸での活動を行った。シーレパードはアルファ任務部隊に加わり、 大潜水艦戦戦術及び即応性の開発作戦に参加、その後1959年8月から10月まで、チャールストン軍造戦所で信頼性試験及び、高容量バッテリーへの換装が行われた。1960年を通してシーレパードは、大西洋での訓練演習及び艦隊作戦に参加し、10月23日にオーバーホールのため、 フィラデルフィア海軍造船所に入居した。1961年4月に作業が完了すると、ノーホークに帰還し、沿岸での活動を行い8月19日に第69任務部隊に合流。地中海で、ナト o のチェックメイト作戦に参加、スペインのロタ、マルタ、イタリアのナポリを訪問した。月日にシーレパードは、北ヨーロッパに向けて地中海を出航し、 NATO のデビル・スプレッド作戦へ参加した。11月10日にノーフォークに帰還、再びアルファニ務部隊に加わり、1963年2月まで対戦水艦戦演習を行う。その後カリブ海でスプリングボード作戦に参加し、7月には再びアルファニ務部隊に加わった。12月16日にオーバーホールのためノーフォーク海軍造船所に入居する。 1964年10月、ニューロンドン沖での回復訓練をシーレパードは、ノーフォークに返し、第6潜水船体での通常任務を再開、第2艦隊部隊の対潜水艦船演習を支援した。1965年3月、シーレパードはアルファ任務部隊に加わり、地中海へ展開し、その後大西洋に戻って、同部隊と共に対潜水艦船演習に参加。 1966年11月24日まで活動した。12月27日にノーフォーク海軍造船所に入居し、オーバーホールが行われる。1967年7月には、セーブルフィッシュ及びキューベラと共に訓練を行い、1967年の残りはノーフォーク海域で活動した。1968年、シーレパードは演習。 エイジドダディ V 及びラグビーマッチに参加し、また沈没事故を起こした原子力潜水艦スコーピオンの捜索に加わった。7月から10月までシーレパードは第6艦隊と共に地中海での作戦活動に従事し、帰国後は年末までノーフォークに止まった。1969年6月2日、シーレパードは来た。 大西洋での特別任務に従事し、8月15日にノーホークに帰還、沿岸での活動も1970年1月17日にフィラデルフィア海軍造船所に入居し6ヶ月間のオーバー法が行われた。10月にはアイボルト作戦に参加し、その後1971年1月初旬までノーホークに泊まり、続いて1月から2月にかけて、 スプリングボード作戦に参加した。5月18日から9月2日までシーレパードは地中海に展開し、ノーフォークに帰還すると退役まで同海域で活動した。シーレパードは1973年3月27日に退役同日除籍され、ブラジル海軍に移管された。ブラジル海軍ではバイヤの艦名で収益する。バイヤは1972年に 博物館船となった先代のバイヤー、モトプライスから、艦名と、艦番号を引き継いだ。二代目バイヤーは1993年まで、ブラジル海軍で活動し、その後は経流され、訓練官としての任務に就いた。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。